国政府は6日、新コロ対策として7兆ウォン、約6300億円、大の異例の第4次補正予算案の編成を決めたとの報道がありました。膨れ上がる国の借金、とんでもない事態になっているそうです。記事によると、今年59年ぶりの4次補正予算編成以降、国内総生産 GDP に対する国家債務比率の前年比上昇幅が過去最大を記録した。尋常でない国の借金上昇速度に財政の健全性の懸念が本格的に出てくる。21日、企画財政部によると、4次補正予算編成後、国家債務は過去最大の846兆9000億ウォン、GDP 比債務比率も過去最大の 43.9% に増えた。国家債務比率が昨年 38.1% より5.8% ポイント上がって、上昇幅が通貨危機当時の1998年 3.9% ポイントや、世界的な金融危機が迫った2009年 3.0% ポイントよりも大きい。最近前年比国家債務比率の上昇幅を見ると、2017年には変動がなかった、2018年には 0.1% ポイント下落したが、2019年には 2.2% ポイント上昇した。今年は昨年の 2.6 倍に達する。国民一人当たりの国の借金も2017年1280万ウォンから今年1640万ウォン推計人口基準に増えた。国家債務比率など財政健全性に関する指標はますます悪化する見通しだ。政府は2020から2060年の長期財政見通しから来たる2045年の国家債務比率は 99% まで急騰すると予想した。25年後に国の借金が GDP 全体に匹敵するレベルになることを意味する。このように財政の健全性に赤信号が点灯し、財政準則作りが急がれるという声が高まっている。国会予算政策書は4次補正予算はない分析報告書で、新コロによる消費と雇用の減少を防ぐために、弾力的な財政運用が避けられない場合、長期の時計で財務目標を策定し、持続可能な財政運用計画を用意しなければならないと指摘した。それとともに、大胆な支出構造の調整をより強力に推進するための財政準則の導入も検討してみる必要があると提案した。経済協力開発機構 OECD 国家のうち財政準則がない国はトルコと隣国の2カ国だけである。ドイツは構造的財政赤字を GDP 比 0.35% 以内に維持することにより負債新規発行を抑制する内容の財政運用の目標を憲法に規定している。フランスも構造的財政赤字をGDP の 0.5% 以内に維持するようにする財政準則を法律で置いている。米国の場合、義務支出の増加や歳入の減少を引き起こす新規立法の際に、必ずこれに対応する財源調達法案が一緒に立法化されるように義務付けたペイ号の原則を適用する。政府は、隣国的状況に合わせて、柔軟な財政準則の導入を準備中だ。2010から2018年の国内総生産 GDP に占める政府消費割合の増加速度が経済協力開発機構 OECD 国家のうち隣国が2番目に早いことが分かっています。監視員や鳩の餌やりなど意味のない高齢者の雇用に対してや、いかにも倒産しそうな企業に対しての一時的な支援策、失業給付に対してのボーダーラインの甘さなど見直すべき点はかなりあるのではないでしょうか。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？チャンネル登録、高評価もお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。